今年も、臨時コーチを務めさせていただきます。思ってた以上に情報があったちゃんと自分の助けになると思ってたので、はい、まあ、高校時代から練習はしてましたね、はい。基本あるじゃない、うん、日本って、うん、まあ、向こう行った時に全部結構しんどかった。結構しんどかった。素晴らしい終わり方でした。お前おはようございます。おはようございます。ご苦労さん、またよろしくね。お願いします。おはようございます。おかえり。まあその時のイメージと、まあ、実際こう違ってたりして、まあ、それも面白かったですけど、まあ、今年も、まあ、臨時講師という立場ですけど、まあ、今年も勉強しに来ました。はい、教えてあげてる。どんどんもちろんもちろん、はい、おはようございます。赤田コーチ。まずはコーチ、よろしくお願いします。お願いします。この間いいメンバーでゴルフしてたね。たまたまね、移動して。おはようございます。おっす、いいメンバーでっていうのは。すぐゴルフの話する。ゴルフの話する。いや、ゴルフの YouTuber ですか。YouTuber じゃない。ゴルフの YouTuber。 よろしくお願いします。挨拶が一番苦手なんだよ。あ、うざっす。よろしくお願いします。大丈夫ですか。おはようございます。本日から4日間このプールですね、臨時コーチとしてお世話になります松坂大輔さんです。よろしくお願いします。はい、おはようございます。おはようございます。今年も、臨時コーチを務めさせていただきます。まあ、ピッチャー、お面に見させていただきますけど、まあ、自分自身の、これまで、経験したことだったり、まあ、気がついたこと、見てて何か気がついたことがあれば、まあ、監督コーチ、通じて、まあ、伝えさせていただけたらと思いますし、もちろん直接聞いて、もらってもいいので、僕自身も、また皆さんと過ごして勉強させてもらえたらと思います。4日間よろしくお願いします。よろしくお願いします。もちろん初めて会う人もいるんですけど、まあ、昨年見た選手が何人もいるので、はい、まあ、シーズン中の試合も、まあ、もちろんそんなに多くはないんですけど、まあ、何試合か見てて、気になったこととかあったので、はい、まあ、その選手に一応その試合のこととか、まあまあ、たまたま見た時に、まあ、そうだったのかもしれないですけど、まあ、そんなこともこう交えて、はい、この時はこうだったんだけど実際どうなのかなとか、まあ、そういう話も今年は、はい、まあ、昨年より もっとコミュニケーションを取れたらいいなと、はい、思っています。
行ってきます。はい、現役の時ゴールデングラブも西口さんと争って取っていらっしゃいましたけど、はい、やっぱこういう争ってないですけどねチーム内で西口さんか松坂さんかみたいな年がずっと続いてました。どうですか、やっぱ改めてこう、まあ、やっぱり皆さん投げることをピッチャーにも期待すると思うんですけど、はい、松坂さんやっぱり守備面も、はい、かなり意識されてた。僕は、はい、重視してましたね。まあ、チームを助けるのはもちろんですけど、やっぱり自分が一番助かるんで、はい、やはり僕は簡単にランナーを進ませることは、ね、したくなかったので、うん、相手がせっかくアウト1個あげますよっていう状況の中で、うん、やっぱりそれを先の塁に行かせないと、まあ、相手に与えるダメージも大きいので、はい、相手が、ね、アウト1個くれる中でプラス、ね、フィールディングとか、まあ、牽制で先の塁に進ませなければ、はい、まあ、それだけ、まあ、自分の助けになると思ってたので、はい、まあ、高校時代から練習はしてましたね、はい。そうですね、得意不得意はあると思いますけど、まあ、でも練習すれば上手くなる、なんだろう、部分だと思うんで、フィールディングって、まあ、やっぱり、フィールディング練習は、うん、大事にしてほしいなと、うん、思いますね。よし、よし、行こう。おはようございます。おはようございます。いいです。いいです。寒い。寒い。確かに寒い。寒いですね。思ってるの。風が冷たいですね、ちょっと。セーブの多い名前だな。おはようございます。おはようございます。お、大好きです。あ、そうだそうだ。よし、いらっしゃい。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ごちそうさまです。いやいやいや。うまいうまいうまい。低いな低いな低いな、おい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 。そのまま行けよ、お前。こんなんされたことないですよね。こんな頭下げたことないですよ。この人この人シーズン通してね、シーズン通してそうだ、シーズン通して心の下高く頭を上げます投げたいってなったし、ね、ボールを、ね、
かそのスタントっていうかいいなと思ってスナックを使えるようにしたいなって。ああそうなんだ。まあでも今見た感じね、投げてるバランスもいいし、ね、タイミングもあって素晴らしい。ブルペンでは本当にあのいいボールがいていると褒めてくれて、まあ、今はブルペンの段階ですけど、まあ、あまり難しいことは考えずにしっかり自分の自信あるボールを投げていけというふうに言われました。まあ、やっぱり自分に自信を持つことは大事ですし、まあ、ここからバッピーなど入るんで、まあ、そこでやっぱり打者との駆け引きだったりまた反応っていうのを見ていこうと思いました。でも意外となんか話しやすかったっていうか、あの本当に気さくにあの話しかけてくれたんで自分も話しやすかったです。重たっ。お前サイン書いてもらったよ。記念に飾ってもらったよ。サイン書いてもらったよ。ありがとうございます。お前ね、記念に飾ってもらったよ。ありがとうございます。はい、お願いします。そうですね。うん、こんなこだわりがあるな。今日何ですかグローブ？DK3。 DK3。 名刺渡さないと。あ、名刺、はいはい。おこがましいです。俺にちょうだいや、名刺。いやいやいや、大丈夫。満員でしたね、ちょっと。まあ、あの、内側っていうのかな。外野スタンドは開放してないから。まだ10分。吹奏楽いたっすよね。いた。女子野球の試合で。まさかさん、前もって練習するんですか？すごいでしょ。しょうがないと、あの人に怒られちゃうから。一郎さん。すごい。あの人。あの人に怒られちゃうから。そうそう、一応練習です。みんな、いや、松坂さんが来たらみんな絶対私に行こうって言ってる。来たら来たらみんな忘れてたんです。え、青木さん、青木さんバッピーとかやってるの？やってない、全然やらしてない。時間がない。あと、あれ、サイドだし。いや、上から投げれる。コントロールがいいよ、大輔。サイドだし。ちょっとまだ投げられないんで、ちょっと。
アップ、アップがね、ちょっと。うちだと、あ、うちエースいるから。いやいや、できない。全然投げられないから。キャッチボール、いつ以来だろ。あ、お願いします。足がつる。ピッチングってのは体に負担がかかるな。ありがとうございました。絶対明日激痛これ。でも今日の夜から激痛多分。治療ですね。おはようございます。はい。みんな見てても人それぞれちゃんとあの目的を持って、うん、あの投げてんだなっていうのがこう、まあ、見てても、まああのね、伝わりましたね。はい、あのこの時期はベテランと若手でやっぱり取り組み方も、違ってくるので、はい、今時期のブルペン、ブルペンに入ることの持つ意味っていうんですかね、はい、やっぱり若手とベテランでは違うので、まあ、ベテランは嫌だと思いますよ。あの若手がこうガンガンいってるボールをね横で見ながら、
どうしても自分のボールとかね、比べてしまうと勢いが違うんで、まあ技術的な話っていうんですかね、はい、まあ平井がどう考えてるのかっていうのを僕も知りたかったんで、はい、まあこう、まあ、一緒に話すと何かね参考になることがあればいいなと思いながら、はい、話してました。はい、真ん中でかけてピッチャーいっぱいいるな。ありがとうございます。あ、ごめんなさい、スライダースライダー、あ、曲がんないやつ、曲がってないやつ、これ曲がってる、曲がんないやつ、今いくら、はい、参りました。いいの？はい。平井運転手で。ここは、はい。はい。行ってきます。行ってください。お願いします。お願いします。安心安全の国場さん。行ってきます。国場タクシー。はい。Thank you.
最近もなんかいろいろあんな。これは？これ、なんで？これのこれをかける本数で。ああ、負荷が変わる。そう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 。パチってなるはずなんです。ちゃんと振ったら。ってなるけど、負荷がもうちょっとかかったらもうそれ全然跳ね、バットが跳ねなくて。ヘッドスピードが上がんない。多分もうビックともしないと思う。ビックともしないこれも。すごい。全然全然いかない。逆にビュちゃんとカチッってなる人いるの？そんな全部かけたらいない。まだいない。外国人やったらどうなんだろう。ああ。あ、ちょっと。お、ちょっと。いいね。いろいろあるね。今年は言うのやめてきました。やめてきました。おとといバット落ちちゃったし。その最後のキャッチャーなんか昔決まってんのかなっていうぐらいなんか身長180センチの体重80何キロ以上みたいなキャッチャーの方が多かった、うん、それぐらい逆に高卒に入ってきて銀みたいな、うん、体格のなかなかね、うん、やっぱでかかったもんね。そうですか。いややっぱ高卒に入ってきた選手ならやっぱ銀でかかったでかかったよ、うん、下半身しっかりしてたあの時今より10キロぐらい多いです、うんうん、でもなんかこう下半身の質感がね、うん、太めも太っつって膝も太っつって高卒の体つきじゃなかったでも行くやつはなそこから態度もなやっぱり中身もいい真面目やつです真面目なのは知ってるけど根っこよ根っこの中になんかこう悪い感じ休止とか仕事するもう自由に で、後で本に本格投げたいからそれは自分に
九州のこととそのイメージとか感覚とかその九州でやっぱイメージとその投げちゃいけないコースとかその間違い方とかいろんなことを聞くことができました。自分のイメージを伝えて見ていただいて的確に松坂さんからアドバイスをいただけたのでよりそのボールに対しての取り組み方っていうのが明確になりましたしこれからも続けて行きたいなっていうふうに思います。必要なことをすごい的確に本当に教えていただいたのでこれからも続けてとてもいいイメージが湧いたアドバイスになりました。今年はチームで一番投げてチームで一番貢献できるように頑張りたいと思いますしその中でリーグ優勝日本一をできるようにチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。スタイルっていうのはなくてフリップコーだったらもうキコもソルタバラもね手首を胸か固定して胸かくもフィーフォあの手首を効かすとスピンは効くかもしれないシンサル、シンサル、胸かスピン、マスピン、ペロンけど、やっぱりカーブっぽくなってほら、この胸でこのクルブプロンでこのクルブ自分のスライダーのイメージってこうじゃないからスライダー足が斜めにラピン、ペロン、マス、ディアゴナルはい、疲れてるでしょ。まあでもまあ、ね、初めてのキャンプだし、ね、はい、それはやっぱりメンタル的なあのストレスもあるだろうし、でも、まあね、多分自分もすごい意識してるんだけど、やっぱり低めに集める意識ってやっぱりも大事だと思うし、はい、うん、あれをやろうと思うとできないピッチャーがね、多い中で、はい、しっかり低めにボールを抑えられるというのが大事なことだと思うので、はい、あれは続けてもらって、はい、一番得意なボールというのは進化。あ、はい、後ろからまで後ろから投げられなかったなでもなんかチェンジアップがこういう感じでしたよ、うん、そうだね、俺はね、はい、そうする、ね、痛いんだよねはい、ここで挟んで、ね、こっち投げられるのかはい、大丈夫かな。抑えよう抑えようとか、ね、グループピッチャーって意外とやっぱ多いじゃないですか。できないピッチャーが多いんで、そうだね、それではストレートも変化球もちゃんと高さを抑えられるので疲れてる、うん、そうと思います、ね、疲れてもそれができてるっていうやろうとする、うん、姿勢がね、大事だよね。アミメタカサイド小林さん、もう一回でいい。そういう意味ではちゃんと考えながらピッチングできてる。意外と何も考えず投げてるピッチャー多いから、お手柄の言葉と、あいつ手柄の言葉違うか。いやいやいや、だから本当は、そう、よかったと思います。埋めようと思って、抑えようと思って抑えられてるっていうのが一番じゃないですか。ありがとうございます。いやいや、スカウト誰しも何かすごい出たがり見たくなっちゃうからお願いしますよ、そういうのダメですよ、そういうの。
言えないです。嘘です。まあまあまあ、あのちょっと変化球のことで、あのなんだろう、どういう感覚でとか、うん、どういう意識でっていうのを、はい、聞きました。はい、おい、ありがとうございます。お願いします。またしゃー、またしゃー。から元気でも元気だけでもね、元気出してやっていきましょう。はい、はい、はい、はい。で、あの、はい、松坂さんがね、あのこのプール来てくれて、まあいろいろみんなとねコミュニケーション取ってもらって、また刺激を受けたと思うんでね、もう本当にちょっと一言いただいて激励もらいました。うわー、嬉しい。年上からは金言やから。もういじられるようになる。おはようございます。おはようございます。4日間ですけど、短い時間皆さんと、まあ、過ごせてというか、本当にこのオフの期間、キャンプに向けて、皆さんがしっかりトレーニングしてきたなというのが本当に分かりました。まあ、怪我さえなければ、もうシーズン問題なく力発揮できると思うので、とにかく怪我のないように、今トヨさんも言いましたけど、体力的な疲れと、まあ、こう気持ちの、まあ、疲弊もやっぱり故障につながるので、そこはもう一度、気が緩みそうなところ引き締めて、残りのキャンプも頑張ってください。まあ、今年、秋にですね、皆さんが頑張っている姿をぜひ見たいと思いますので、怪我のないようにキャンプのシーズンと頑張ってください。よいしょ、ありがとうございました。ありがとうございました。よいしょ、よっ、重い、言葉が重い、これだ、軽いな。ごめんな、そういうこと、そういうこと、そういうこと。よし、頑張っていきましょう、お願いします。よっしゃ、休み前、ハッピーバレンタイン。重い、重いよ、はい、刺激受けるよ、これで。あいつが軽いわ。本当に男子がいなくなったら雨が来週、来週からが大事になってくる。まあそうですね、実践予定が結構ずれて、立つ4日って早いなって思いますね。なんか自分がね、パッと増えるのが見づらいじゃないですか。元教授さんと会ったのね、言うから、まあ、ね、言いにくいしますけど、でも、ちょっと気になる選手とか、うん、もうちょっと見てさ、あとか、あ、いいね、やっぱそういう気持ちがありますよ、ね。いや、いつでも、いつでも見えるからね。ずっと待ってるんで。あ、だから、基本上がりあるじゃない、日本って。だから向こう行った時に全部見なきゃいけない。結構しんどかった。あ、結構しんどかった。160試合見なきゃいけないんだもんね。で、だいたい試合が7時開始だから。で、前は、今はまあ早くなりましたけど、大体10時半、ああ、そこから帰ってご飯食べて、やっぱ毎試合最後までベンチにいるっていうのは、これ慣れるまでは大変だな、うん、疲れもね、なんか、うん、じゃあ休ませた方がいいかな、チームというか、その人、選手のためとかって考えはまずない、ない、ない、次の人の先発でもナイターだったらもう最後までいるし、で、この移動だったら日本の考えで、うん、残留してた方が体力的にはいいんじゃない、うん、もうないんで、うん、本当にさあ東で試合して、あ、僕らは東じゃなくて、うん、
だから西海岸で何試合かして戻ってくる。この西海岸に登板ないのに行ってみんなと一緒に練習してで帰ってきてから登板する。最初その時差とかも結構きつくて西から戻ってきた。それでちょっと狂いましたもん。もうちょっと不眠症っぽくなったんですね。それが無駄だなっていう発想がないんだよね。ないですね。ないね。はい。それもチームみんなで。ほとんど舐められるからすごいよね、みんなね、まあ、みんなやってるけどね、やっぱり高校生の方とかほぼみんなクォーターバック。おー、今日はあったかい、あったかいよ。はい、足を交渉って一番考えなくてするから、はい、なんとなくは遊びの感じで、はい、そう握り色を変えながら、うん、その中でいいのを、まあ、チョイスして別に一つに絞る必要はないと思うけどね、はい、うん、悪くないんだよな。ベストは今日これで曲がらないから、うん、ちょっとやっぱりそうだね。選ぶとしたら一番コントロールしやすい、うん、だけど変化を求めるしたかったら別のものをやっぱり縫い目にかけない方が沈んだりとか、はい、そういうことかなって思う、はい、パスからコントロールしやすいのは多分今までの人差し指かけたりのがコントロールはしやすい。はい。うん。はい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 。長い距離スライダー投げる練習、はい、それと意外とその中速くてこう強いスライダー投げられるのにまあつながることもある。変化球って距離投げられないじゃないですか。Porque normalmente sabe que lanzamiento quebrado no puede tomar tanto tanta distancia. じゃあそのスライダーでその長い距離を投げられることがその強いスライダー、速いスライダーに投げることに。Si uno está acostumbrado tirando slide con esta distancia duro, o sea que en juego.あ、じゃあカットで、ごめんね。いや、ごめんね。あ、ナイス。じゃあ大丈夫、ここで大丈夫、コメントディスタンシャル、グッド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 。意外と距離投げないそうです。僕はスライダーで変動とかしてたんで。僕はエルタルケタバコストンブラルギラルラルゴペロギランドスライダー。あ、シー。メグチャ。ペロレッタサリエンドムイビエンディセ。アベスメトキダナトラー、ペロ。ラムニャケノポエオベロ。トラスライダー。まんまり、手首はあれしない。そうなんですよ。だから結局スピンをかけようとか曲がりを大きくしようとすると距離投げられないんで、うん、やっぱスピンかけようとすると弱くなっちゃってるんですかね。はい、こうポールを押す感覚、切る感覚が遅くなっちゃうんで。Consejo, aconsejón, ¿no? Sí. Que, sí. Sí. Así es. No, no trate de no me duro, pero, usar spin. Pero que no va demasiado. Así, así, así. Oh. Mejor pinche. Pero bueno. Oh. Tiene el brazo. ¿Yo puedo decir que está aquí? Sí.昨日言ったようにあまりこう手首を効かさない。これとこもアデル松坂さんってレコメンド。じゃあノウサラ
サンタムニカの。Porque después que tiré tres la recorrió, la red quedó buena, fue como viva. Sa sanki suzukete slide nage ta to no masu ga sou. Masu. Son de mo sugoku kata no ichi to ka muki yokatta shi. También posición, la dirección de hombro estaba dando muy muy bien. Sí, como dirección para home bien mejor. Sí. Ne, slider mo tsuyoku natta shi, ano michikaki nage to slider mo tsuyoku natta shi, ball mo ano tsuyoku natta kara. Ano kata nage slider de esta con esta distancia también sabe que me ayudó con la recta. Claro, claro. Recta también. Se vio muy bien. Muy, muy dura. Sí. Adiós. A ver. Arigatou gozaimasu. Mayou toko da ne. So desu ne. Ibe 11時5分です。20だ。タンパス。もう全然イメージない。田村が20のイメージ全然ない。さあ今日はどっちに今迷ってます。そうだ、ちょっと渡るみたいな。渡る。あ、渡る行ってくれた。行きました。行きました。行きます。行きます。よろしく。最後。これここで片手するの。スライダーは、まあ、腕の振りがちょっと違った時に、まあ、なんていうんですか、分かりやすいですかっていう質問、すごい簡単な質問をした時に、まあ、バッターに聞いてみた方がいいっていうのはやっぱり一番、バッターが、まあ、バッターと対戦するんで、まあ、一番バッターに聞くことがいいっていうのを言われたんですけど、まあ、実際はその腕の振りぐらい、気づく人もいるけど、まあ、気づいても反応できないというか、そんなすぐに反応できない人がいるかもしれないから、まあ、それもバッターに投げてみたりとかで確かめた方がいいんじゃないっていうのは言われました。まあ、ちょっと変えてはいるんですけど、もしかしたらそれが大きく違うかもしれないっていうのはちょっと自分で思ったんで聞いてみました。印象ですか？僕の中ではやっぱり一番聞きたかったのは、その投球フォーム、その腕の力感というところを
すごい聞きたかったんで、それを聞いたとき、聞けたのはすごい良かったかなって思います。そうですね、一軍の選手としてというか、まあ、一軍の選手がいっぱいいる中でそれで練習できるのはすごいいいし、まあ、やってること自体はそこまで自分の中では変わってる気はしないですけど、まあ、やっぱ気持ちっていうのは全然違うかなって思います。教えてもらったアドバイスを、まあ、試してみて、それがいいか悪いかっていうのをまずやってみて、そこから自分の合うように変えられたりとか、自分の球、自分のフォームっていうのに取り入れられたらいいなと思って、まあ、そこからやっぱ安定した成績出すためにっていうところでいろいろ試していけたらなとは思ってます。その DK ってどこから来てるの？ドーミネント。ドーミネント支配するって、そうそうそう、いいね、DK って言われてるもうすごい、ちょっとさらば取ったっす。いや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 、DK そのドーミネントなキング、一応あ、キングなんで、コーナーじゃなくて、ね、そうっす、まあ何でもいいんですけど、で、3が、あ、だ一応 キングになってます、一応キングになってます、で、3がなんか、3アウト3つとか、あー、なるほどね、計3つで三振でストラックアウトとか、あー、そうか、いろんな意味がある、はい、思ってた以上に考えられている、いろいろ、はい、で、稲妻が一応マイティーソース好きなんで、うん、K と雷をかけて、うん、あ、そうなんだね、すごい、思ってた以上に情報があった、ちゃんと一応ちゃんとあと松岡さんの DK で DK、 ありがとうございます、よろしくお願いします。お疲れ様でした。改めてあっという間だと思いますけれども、はい、去年と比べてこの4日間いかがでした？そうですね、まあ、1年ぶりということもあって、まあ、初日とかはやはり僕もちょっと、緊張と、なかなか選手の方に、入っていけない、まあ、自分がいたんですけども、まあ、そこはね、やっぱりコーナーとか嫌いとか、はい、サダレが、大体2日目ぐらいから僕をいじり始めて、他の選手もついてきてくれたので、まあ、2日目以降は結構話はできたんじゃないかなと、はい、思っています。ただ、やっぱ立ってみると4日間は早いですし、キャンプ見てて気になる選手がいて話をさせてもらうと、まだ見てたいなとか、やっぱ思いますね、もっともっと一緒にいて、まあ、いろんな話ができたら、いいなって思ってます。いやね、難しいですね、まあ、臨時コーチなので本当にまず第一に出しゃばらないっていう大事に考えてるので、まあ、その中でやっぱりちゃんと来た意味を、ね、呼ばれた意味を持たせられるように、ね、そこは監督コーチとちゃんと、情報を共有しながら、はい、その選手の方に、まあ、伝えさせてもらいましたけど、でも、この4日間振り返ってもまだ伝えきれていない部分があるので、はい、ちょっと時間が許す限り選手には、伝えますけど、はい、なんか言い忘れたなと思ったら、そこはまあ東大コーチ、青コーチに、後で、はい、LINE しておきます、はい、ありがとうございます、はい、では最後にですね、ぜひ、松坂さんの臨時コーチとても楽しみに、はい、ファンの方もされてました、はい、松坂さんの、パワーを受けて、コーチ陣全体も含めて、はい、ぜひですね、ライオンズに最後エールをお願いします。いいですか、やはり OB としては、昨年成績、やっぱり悔しかったですし、そう思っているファンの人たちも多かったと思います。ただですね、昨年 その成績だったり、やっぱり一軍で出始めた選手たちがですね、このオフ、ちゃんと責任を持って取り組んできたのがよくわかるキャンプ内容だと思うので、僕自身も早くシーズンが始まってくれないかなって思うぐらい、
楽しみですし、あのファンの方たちがですね、シーズン開幕を楽しみに、待っていてもらいたいと、思います。はい、また今年も1年、僕も一緒になって応援するので、はい、ファンの皆さんも、最後まで、ライオンズの応援をよろしくお願いします。ライオンズやるしかない。ピエさん、はい、ぜひも拍手もいただいて、2年連続、はい、はい、ぜひ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